願いします。お願いします。皆さんありがとうございます。ハスです。さあ本日はスペシャルゲストの登場です。ではさあさん自己紹介お願いします。言った名前言ったいいの。さあまるです。よろしくお願いします。スペシャル、こんな日が来るなんて。それだ。じゃあはいみちょお願いします。え、いる。S チャンネルのあったかいお母さん川澄奈穂です。アドバイザーアドバイザーの登場です。はい、今日は超スペシャル企画ということでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速、あ、やべ、早速始めます。スペシャルコラボ企画。時間が限られてるんです。アスナさ、あんまりこういうのさ持たないからさ、はい、すっごい変だね。もうテンポ悪そう。ちょっと視界向きじゃない。それ以外に全く言われてない。じゃあもう早速もうドンと言います。世界最強アメリカでプレーした2人だからこそ語れるアメリカの強み、凄さをお願いします。いやもうでも一番今ね最近戦ってるからどう？あ、そうですね、うん、まあ今は本当にまあそれでこそそのフィジカルとかスピードとか、うん、そこはもう昔からずっと変わらなくあるじゃないですか、うん、でそこにやっぱいろんなその戦術だったりっていうところも加わってきてて、うん、でもとにかく次から次へといい選手が出てくるなって。いやそれはすごい思う、本当にやっぱ若手がねすごい成長してるよね、うん、やっぱ本当に。私あの全然ちょっと趣旨変わっちゃうかも、うん、いいよ。サワさんがいた時からママさん選手っていました？いた、全然いる、全然いる。なんかもう妊娠中からもなんかいろんなトレーニングするんだよね。やっぱそうですよね。そう、あの有酸素とかでこう体力落ちないようにとか、うん、やっぱすごいトレーニングしてるし、うん、筋トレもすごくやってるっていうのを聞いてて、だから復帰が早いよね。早いです。え、チームメイトにもいましたか？チームメイトはいなかった。あ、ね、こういう感じじゃないけどちょっとこう、あ、もう育ってる子、育ってる子はいたかな。あ、だからもう妊娠中をしてるわけではないですけど、うん、もう復帰して普通にやってますみたいな。うん、あのほらアメリカ代表とかってさ本当にこうね、うん、こう自分の子供をさ、うん、ユニフォーム着せてさ、うん、こう試合とかね、すごいいいよね、うん、あれかわいいよね。めちゃくちゃいい。え、じゃあ澤さんがもう代表で世界大会出てた時からアメリカ代表にはいた、いたいた。だからその時に思ったのはやっぱりなんか全然日本と環境が違うなって、うん、やっぱり子供を産んでも復帰できる、うん、子供を産んでもこう子供を一緒に宿泊させたりとかさ、うん、ましてやなんかこう旦那さんが同じバスに乗ってきちゃうとか、はい、お母さん、お母さんお母さんね、パートナーが乗ってきちゃうとか普通だから、でもその時からって感じですか？うんうん、でもそれってでも20、そう、私がもう本当に20年以上前で、ね、前ですよね、うん、だからすごいなんか違う、うん、そうだよ、だってもうそんな前から旦那さんだったりパートナーを普通のバスに乗ってきてやっぱないじゃん、なかなか日本にさ、ないですね。まあソヨンのお母さんが乗ってきたぐらいです、ね、覚えてました？おもろかった。普通に昔会いたくはね、うん、あのバス乗って練習行くん で、うん、でソヨンのお母さん遊び来てる時に練習を見に行くんで、あの朝私バス乗ったらソヨンのお母さん一番前の席で座った、そう、あなもあんにょん言うておったおった。まあでもそれが本当普通って感じですよね。普通だったね、うんうん、だから違うね日本とはね。相手がさちょっと男性みたいじゃない？やっぱすごいフィジカル的にはこう強いし高さもあるしスピードもあるしさ、うん、いつも日本のリーグでやってる感覚とは全く違うから、うん、そこはやっぱ本当違う、うん、別競技とまでは言わないですけど、うんうん、でも本当にちょっともうちょいカテゴリー分けしてもらってもいいんじゃないかなって思うようなやっぱスピード感だったりとか当たりの強さだったりとか。でも澤さんいた時中盤されてて、うん、こう、うん、結構ね頭上でボールとこういう感じよ、こういう感じ、うん、やっぱ後ろにキック力があるディフェンダーの人がボーンって蹴って、うん、まあ、前にワンバフとかやっぱすごい大きいね、うん、選手がいてそこに当ててっていう感じで、うん、もう中盤ないよね。え、でも それでも試合に出続けられて評価されてやってたじゃないですか、うん、それはどこが要因だと思いますか？いやー、人数いなかったんじゃない？え、絶対そんなことない。絶対そんなことない。絶対だってそれこそ、うん、今でこそ私とかが、うん、そのアメリカに行けるっていうのは澤さんとかアヤとかもそうですけど、うん、そういう選手が行ってその選手たちが、あ、日本人うまいなっていう評価を作ってくれたから自分は今こうやってできているだけであって、そこのそのパイオニアっていうんですよね、うん、もう最初の最初の人はそれを自分でしなきゃいけないじゃないですか。で多分向こうの人からしたら
え、何アジア人みたいな、え、ちっちゃいじゃんみたいなとか、え、サッカーとかすんのみたいな感じで、別に慣れてるわけではないですけど、多分ね、いやアメリカの方がもちろんね、女子サッカーとしての文化と してもそうですし、成績としてもそうですし、残してるわけじゃないですか。でもその中でやっぱり沢さんは単身アメリカに行かれて、評価してもらうまでのなんか苦労とか、なんかね、最初 のプロリーグのアトランタのチームにいた時に、分かるかな、カナダの代表さ、シャーメン・フーパーでプリマハムにいた外国の選手がいて、その選手日本語ペラペラなのね。で、私はその彼女とセットでアトランタの方にドラフトされていたの。だからあのシャーもその足元の技術はもちろんすごい上手だったし、あのそのチームはなんかボンボン蹴るチームじゃなくて、結構ちゃんとつなぐチームだったし、でなんか日本人ってやっぱ止めて蹴るとか上手じゃん、リフティングも上手だし、でなんかその時にあのまだ若かったからさ、ちょっと動ける部分もあったからさ、こう俊敏性とかあるじゃん、あのそれが日本人ちょっと評価されて、だからクイックそうって言われてたってましたもんね。そうそう、クイックネスの部分は日本人は強みってことですよね。そう、アジリティのところは、やっぱ日本人はアメリカ人とまた違うかなっていう、でもそれはまあ今も変わらない日本人の強みかなとは思うかな、あのアメリカでやってて、やっててさ、リフティングさ、やっぱ日本人の方が上手でしょ。もうね、そう、上手かも、そういうレベルじゃないぐらい2人組で組んだらさ、勝手に起こされるよね。本当に、もう本当にどうやってあなたたちはサッカーしてるのっていうぐらい、なんかたまに本当やるんですよ、2人組で、はい、じゃあ2人組組んでみたいな。私その時たまたまそういうテクニック系がめちゃくちゃ好きで、チームで一番うまいことを組んだんですよ。だから、はい、じゃあヘディングでとか言って、そのことだったらずっと続くんですよ。で普通になんかやってみたいな感じで、ずっとあの落ちるまで、最後まで残った人がみたいなやつで、もうほんと50回とかやってても、みんなさ、ほんと10回とかで落とすからよ、本当だよこれ。だから私それでもまあまあさ、日本人の選手みんな上手いけど、それでも私そんな日本人に比べたらそんな技術とかさあれだけど、でもやっぱりサワやろうやろうってみんなサワサワとかって言って、でも私もそうです、もうね、分かるでしょ、リフティングめっちゃ下手でしょ、でも多分チームだったら一番上手になれるぐらいの本当本当にそうなんだ、なんか不器用さだよ、不器用とか基本チームは器用だよね。そうです、そう、あとそうだから気使ったパス出せないとか、そのね、そういうリフティングでこうやってやるとさ、多少やっぱね、相手がね、利き足だったりちゃんと蹴りやすいボールとかのはずなのに、そういうこと別に全然考えないから、その辺はやっぱ日本人の強みですよね。そうだね、すごい面白すぎる。これもう永遠に続きますね。でも次のあれも聞きたいね。全然行くの？もう行きます。次行きます。次行きます。アメリカの強さ話せた？もうバッチリバッチリバッチリ。日本人のいいとこばっかり。日本人のいいとこばっかり。もうアメリカはでもそれでもリフティングができへんくても強い。あ、そうそうそう。だからまあそうだね。すごい。まあ自分たちの良さを分かって戦ってるってのはありますよね。これがアメリカの強さ。じゃあ次行きます。一緒にプレイしたい11人を発表してもらいたいんですけど、おー面白い、プレイしたい11人を発表してもらいたいんですけど、おー自分がこの人と一緒にプレイしてみたいとか、サンさんも入れてくださいよ。そしたら絶対止まる、あーいなかったら多分自分化されてない、スポットで止まるか、はいはいはい、やったことない、いつも対戦難しいな、ともやりたいし、いやもう解放戦みんなやりたい